家に悩ましきは行く末よ。左近、貴様また証拠りもなく鉄火場に赴いていたな。ギク、いや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 、やだな三成様、いわゆる思い違いってやつじゃ。この私自らの目に留まっていてもか。今のうちに神戸を垂れろ。桃源は許可しない。すいません、ついいつもの出来心で。徳川が去った直後の三成などそれこそ目も当てられぬありさまであったが、あれでよく立ち直ったものと思う。それがなぜかと問われれば、おそらく。どうしたんすか行部さん、難しい顔しちゃってさ。いや、なんでもない、ただの瞑想よ。あ、三成様、この本のここら辺とかよくわかんないんすけど。なんだと。この程度は軍略の基礎だ。今すぐ半兵衛様にお会いし弁達を得る許可を請え。了解、そうと決まれば行ってきます。これも左近の影響か、はたまた徳川のせいか。近頃の三成は将の自覚を得てきたようにも思う。それは三成にとって紛れもなき幸であろう。だが我にとっては。あ、行部さん、ちょいと兵法を教えてくださいよ。いやー、半兵衛様がどっか行ってるみたいで。我がか、まあよかろう。我の望みは全てに等しき不幸をもたらすこと。あやつを時に疎ましく思うのは三成を不吉より遠ざけるものであるから。そのはずよ。ならば徳川はどうだった。三成に類まれなる悲嘆を与えたあの男を我は。あの大谷様、毛利元就から大谷様へと内密の書状が。毛利、好ましき匂いのする男ではあるが、さて何用か。我が欲しいか、我ではわからぬ。これは困った困った。大谷君、近日の君についてだが、珍しく軍務に身が入っていないようだね。君には三成君を御する大事な役目がある。何があったか知らないが、うつむかれたままでは困るんだ。心痛をかけたか、すまぬな賢人よ。構わない、有能な人材を気遣うのは必要なことだからね。体調面で不安があるならば考慮するし、悩みの大元を立つために動くのもやぶさかではないよ。君の思うところを僕に語ってはくれないか。我は ようやく決断したか。普段は愚者の始まりと知れ。そういうな、我にも惑いの一蓋はある。だがやはりな、
豊臣にいては我の望みは叶わぬのだ。貴様の目的になど興味はない。問うべきはただ一つ、手を組んだ末の我の利だ。そう言うと思ってな、都合のいい策を練っておいた。たたえよう、ここは褒めどころよ。貴様の冗談になど付き合う義理もないわ。はぐらかすならばこの協定も打ち止めだ。まあ聞け、主の恩敵に煩わしき海賊がおろう。まずはあれを攻める。詳しくは道すがらよ。いいだろう、その手並み解くと見定めてやる。な、毛利、それに大谷だぞ。いきなり全軍ぶつけてきやがれた。どういう了見だ。これも我が策。この地など所詮足がかりに過ぎぬ。さすがは同胞よ。ためらいもなく国を開けるとはな。それが貴様の策とやらであろうな。そう、人など知らぬ存ぜぬの主にしかできぬ方策よ。鬼と呼びたけ呼びな。俺たちは海賊だ。長宗我部を落とすため国を開けてまで強行する。豊臣の賢人がその機を見逃すなどありえぬでな。速やかに隊を組織し主の膝元に攻め入るであろう。そこを取って返し撃つ、いわば瀬戸内大返しか。見せてやりたかったぜ、異国の海はよ。あれ狂え、それだけ我はやりやすい。やらせはしねえ、やらせはしねえぞ。兄貴秘伝の滝登りを食らいやがれ。まだまだお星様が一つあるじゃねえか。分かっていいような大谷、もしこれが我を騙し打つための狂言であるならば。疑わしければ切り捨てよ。我はそれでも構わぬぞ。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが最下の生き様だ。来たな、豊臣切っての食わせ者め。どうせただ国を捨てたわけではないのだろう。はてさて、見ての通りというほかないが、主と長宗我部はいずれ徳川の主力ともなりうる。この機にパチリ潰せるならそれはそれで満足よ。一つの策に無数の意味を込めるか。軍師の鏡だね、大谷。お前の生き様は
まだらに見えてるその実は青い。それもまた悪くはないだろう。我も人の子、ウサの一つも晴らしたいのよ。行くがいい。胸に抱いたその契約のままに。潮時ってもんがある。が、まだそれじゃねえ。あんた、鬼にちょっかい出しといてタダで済むとは思っちゃいねえよな。さやかの仇討ちだ。暁丸、やっちまえ。ほーん、また随分と懐かしがらせてくれる。こういった仕掛けの世話も我の領分であったの。星など飽きるほどにあるとはどうにも思えぬでな。やってくれたじゃねえかい。いいぜ、こいつを見て漏らしちまっても知らねえぞ。発進！こいつがうちの技術と最古の火力を結集させた最終兵器、その名も百鬼丸よ。これら細工を用いれば秋も目鼻の先となる。鬼のからくりを帰りの足にしようってのか。そいつは甘い考えだって毛利の野郎に伝えときな。数体のみならず改良の余地も天骨も利用。その急所をつけるだ。あんたただもんじゃねえな。こう見えてからくり遊びには覚えがあるゆえにな。どういじれば押し黙るかも承知の上よ。上やれ海賊よ、作りが甘いぞ。時さえあればこの手で組み直してやりたいほどよ。バカな、俺よりからくりに詳しいだと。俺たちどこまでもついていきますぜ兄貴。射撃誤差修正、兄貴準備が整いやした。四国中の力お前に預けるぜ百鬼丸。他に吹く風なんざ関係ねえ。波は嵐は俺が起こしてやるのさ。あんた、なんで毛利なんかに協力してやがんだ。元の住処では豊臣ではなせぬ。そう思えばこそよ、太閤は高潔すぎる。到底全てを不吉とはできぬ。そこで毛利よ、民草全てを嘆かせるにはこの上ない。確かに毛利のようじゃそうなっちまうかもしれねえがよ。だったらなおさらあんたを見過ごしちゃおけねえ。あんたにだって仲間ってやつがいただろうが。
そいつら全てに背を向けて平気なのかよ。そうさな、我が裏切れば三成も不幸となろう。徳川よりも深く左近でも抑えきれず、さて戻るか同胞よ。急がねばかの賢人に抑えきられてしまうでな。言われるまでもない。我が秋の地を好きにはさせぬ。戻ってきたのか。早いね、さすがに。しかしこちらもそれなりの手は用意させてもらったよ。無理やり連れてきといて、それなりとはなんだ。相変わらずいけすかないな、お前さんは。ああ、弱いアホほどよく吠えるってのは本当だな。なんでこんな奴の下で働かなきゃなんないんだか。なんでって、そりゃお前さんが小生の部下だからだよ。いい加減に認めやがれ、畜生。はいはい、まあどうでもいいけどね。どうせ俺様の方がより半兵衛さんの力になれますし。はっ、豊臣二兵と謳われた小生の血をなめるなよ。うん、騒がしいね。だが戦力としては上々だ。さあ見せてくれ、大谷君。君が宿せし、その意志を。いかに策謀の上とはいえ、あのような下賤なる者どもに我が神域をまたがせようとは。そこはこの通り、平謝ろう。まさか賢人があれらを連れるなどとは思いもせなんだ。てめえのせいだ。こいつ、やち、久しぶりに会ったってのに、なんだその態度は。やい、またべ。小生は元主だぞ、忘れたか。忘れたくても忘れられるか、バーカ。豊臣の世は明るいぜ。なんでそれがわからねえんだ。なんだお前さんは。長生よりも又兵衛を狙いやがる。褒めを垂れよ。速やかなる降伏もまた幼少の証ぞ。雑魚とゴミの対決だ。それどっちも頑張れ。不幸が我を呼ぶのか、我が不幸を呼ぶのか。さて、この俺様がとっ捕まえて
ゆっくりたっぷりなぶってなじって認めてもらっちゃいますから。ここまで答えぬ罵倒を放てるとは稀有な才よな。まだ俺様負けてませんから。大谷さん、いや大谷、次こそお前の落城だ。こうして一目散か。まことしぶときヤモリよな。僕より秀吉に叱ってもらうという。あい、すみませぬ。あの二人の相性がここまで悪いとはね。いや、お互い意地を張っているだけかな。それがしに勝るとも劣らぬな。誘い込まれた気分はどうだ、愚かなる軍師気取りよ。そうだね、良い策だったとは思うよ。君か大谷君かは知らないが、称えさせてもらおうか。いたか、これが小生たちの本気だ。君たち心配しなくても大丈夫だから。そいついてもいなくても一緒だから。ほう。これは少し兵を整え。やってやる。整え直す必要があるかな。おい行部、裏切り者はどこのどいつだ。そんなざまでよく小生を糾弾できたな、お前さん。驚いた。主にしては至極最もな言い分よ。そこのヤモリに。くっそー、やってられるか。なぜじゃ、やってられん。あ、どうだ、また昔みたいに。誰がアホか。小生の目はごまかせんぞ、行部。必ず尻尾を掴んでやるからな。いいな。逃したか。やれ、いらぬところで目端の利く男よ。こうなったら半兵衛さんを倒して名を上げてやる。青か、お前も来い。俺様の盾になりやがれ。こら、またべ。元部下のくせに生意気だぞ。離れよ。あの玉の嵐に巻き込まれてはならぬ。さて行くか。稀なる茶番に幕を引こう。大谷君、君とこんな形で向き合いたくはなかったよ。我もだ、賢人よ。徳川に続き苦労をかけるな。悪いね、急いでいるんだ。早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに。君も。まとめて相手してやる。覚悟しやがれ。教えてくれ、大谷君。一体何が不満だった。太閤に仕えていては望む世がついぞ見えぬのよ。
そう、全て等しく嘆き苦しむ不平の世がな。東、それが目的か。先は長いぞ大谷。覚悟の上よ、主とであればそれも歩めよう。何さっきからごちゃごちゃ言ってんだよ。この二兵の片割れをバカにしてんのか。主が二兵主も黒田もこの我もあれには遠く至らぬぞ。こう言っちゃなんだが、声が震えてるぞ。お前さん、役者としちゃつくづく二流だな。おっと、それ以上を口にされてはかなわぬな、くらえよ。竹中半兵衛、後藤又兵衛、いいじゃんかよ。それで二兵でさ。まだだ大谷君、まだ僕は諦めよ賢人。もう指一本動かせぬであろう。まだまだ、今日はとことんぶん回すぞ。天を仰ぐか、主を仰ぐか、目下の悩みはこれに尽きる。黒だよ、主は確かに今日であったぞ。この我自らが手にかけたいと願うほどにはな。軍資気取りなど所詮はこの程度か。いかに素養があろうとて副官に情を許すとは。いたずらに駒を信じたが、貴様最大の失策よ。やれ大谷。すまぬな、手元が狂った。フフフフ。